かいいな。なあ、やるか、やんのか。
落ちねえと。お？とっておきだ。プレゼント。なんとかしないと。してみろ。これや。死ぬわ。なめんな。どうしたんや。行くぜ。まだ成長できるとはな。石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふっ、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔からね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。あ、おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化ける気だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？こんな、マジかよ。力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第一条は何だった？知るかバカ野郎、名前覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸クソ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。
終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。ちっ、おお、ちっ、しつこいな。石尾だ。おいおい、あんまり熱くな。ああ、わかってるよ。ドラゴン？なんでもねえ。よし、行くぞ。ジャンゴか。逃げるな。私の番ね。大丈夫か？なあ、おい、仕方ねえ、人工呼吸だ。あれ、起きた。人工呼吸いらない？ああ、もう大丈夫みたい。やんのか？するかね。やめんな。ほら来いよ。行くぞ。来いよ。
ってみろ。こいつは。どうしよっかな。してみろ。お？やってみろ。なめんなよ。なめないでくれる？どうするかね。行く。俺の番だな。雑魚が。絶対負けない。とっておきだ。命を大事に。これで。ありがとう。してみろ。やめんな。日和よ。ああもう、あいつ一体何なの？お、どうした？殴られるのが嬉しそうだったり、切れてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。ん？そういうもんなのかね。何にせよ、あの切れた石尾田は厄介だ。ああ、だからやり返されないぐらい。俺の番か。やってみろ。誰がいいか。なめんな。なめんな。やってみろ。まだまだ。なめんなよ。俺の番か。ザコが。逃げるなら今のうちだぞ。
やってやるぞ。どうするかね、ザコ。あ？やってやるか。これ。ありがとう。ダメだ。ザコめ。なめんなよ。なめんな。はい。サンキュー。なめないでくれ。やってみろ。よし、行くぞ。ザコめ。なめんな。絶対負けない。やめんな。
だ。一つ上の男。やった。終わりだぜ、石尾だ。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。じいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしゃ青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、代行。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが踊れろ石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい、二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残れたもんや。天道石尾だ。
もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかましい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。一生だは仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか？ほなもうポチッといったれ。了解しました。